旧日本自転車協議会本部ビル公益財団法人日本自転車協議会はかつて存在した公益財団法人自転車協議法第40条に基づく競輪事業自転車競技スポーツ競技者の要請愛好者の拡大などの事業を実施していた元経済産業省所管競輪の創設時に 各地に県単位で設立された自転車振興会の経輪開催業務を引く、次ぐため、1962年に北日本、関東、南関東、中部、近畿、中国、四国、九州の8ブロックにまとめられ各自転車協議会として統合を発足した。なお、中国と四国の両協議会は2000年に合併して中四国自転車協議会となっている。 2007年9月10日に7つの自転車協議会はすべて統合され日本自転車協議会となる。本部はそれまでの南関東自転車協議会がそのまま日本自転車協議会の本部に移行し他の各地区は地区本部または支部に移行している。その後、競輪団体のさらなる業務整理を図るため2014年4月1日をもって日本自転車協議会は 公益財団法人車両情報センターと共にジャカへ、吸収合併された。これにより、競輪場の開催業務などは、ジャカが引き続き、日本自転車協議会は、ジャカの競輪競技実施事業本部として改祖されたが、後に、各地区本部と競輪業務部に再編された。かつては、神奈川県横浜市西区桜木町6-31に、所在したが、現在は、 ジャカ本部に移転している。合併広告平成26年2月25日、ジャカ日本自転車協議会車両情報センター。ありがとうございます。